DFWBI ウェディングン DFWBI 製造メーカーの故障 MD-14 はドイツの第一次世界大戦初期の無武装の観測機である。第一次世界大戦時の B 記号は無武装の2座席の観測機に与えられ、1914年に様々な機種が作られたが、DFWBI は主翼の平面形状がルンプラータウベの翼形の影響を受けた三日月型で、 空飛ぶバナナとパイロットから呼ばれた。翼間支柱が3組ある単発服用機であるのも特徴であった。ほとんど同じ機体で練習機用途に主に使われた B2 があり、エンジンは 100HP のメルセデス DI エンジンが用いられたが、120HP のメルセデス D2 エンジンを装備したものもある。100機ほどが生産された。ワーグナー、レイヌーオラ、ハインツ。 ジャーマン・コンバット・プレーンズ A コンプリヘンシブ・サーベイヒストリー・オブ・ザ・デベロップメント・オブ・ジャーマン・ミリタリー・アークラフト・フロム1914ツー1945ニューヨークダブルデイ1971ハット・ジャクソンロバートザ・エンサイクロペディア・オブ・ミリタリー・アークラフトパラゴン2002 ISBN 0-752581309ありがとうございます